皆さんこんにちは、小森亨です。そして三浦篤弘です。元日本代表見てました、はい、あ、そうですか。向かい手にゆらゆらフリーキック、はい、ねえ、たまにゴルフでも向かい手になることあるんですけど、しっかりスピンをかけてくださいよゴルフは。でもすごいゴルフが好きでお上手だという噂を聞いてますよ。上手ではないんですけど、うん、好きなのはもう大好きです。なるほど、はい、今日はね、はい、その大好きな三浦さんを三菱ケミカルの工場にご案内します、うん。三菱さんということは、はいはいはい、シャフトさんですね。そういうことですよ。シャフトメーカーさん、はいね、はい、あの超精密なシャフトを作ることで有名で、僕もあの黒影っていうのをずっと使ってましたけれどもね、はいはい、本当にいいんですけれども、うん、今日はその三菱ケミカルさんの新ブランド、このバンキッシュ、このね、はい、製造工場にお連れしようと思います。作ってるとこ見れるの？作ってるとこ見れる、なかなか見れないですよ。もともと三菱ケミカルさんが本当に精密に作ってる中でも、はい、もうこの設計生産管理技術の粋を極めた、うん、もう超高水準品質のこのバンキッシュ。なるほど。その秘密に今迫れるわけです。もうね、あのシャフトの話をね、周りでする人たくさんいるんですけど、それを作るところを見れるなんかもう最高ですね。たまらないです、ね、本当ですね、はい、ぜひ行ってみましょう。ではこちらへ。はい、あ、いった、これ最高でしょ。うわ、フェアウェイど真ん中、シャフトがね、合ってる合ってる、あ、もう最高、あ、もう最高、え、いいよ、これ絡んだよ、どう、うお、入る、すごいよ。これ持って帰ります。さあ、工場内部に入ってきましたよ。めちゃくちゃ楽しみですね。ねえ、はい、あ、今そこで、ああ、あの炭素繊維を裁断してますよ。このカーボン繊維でシャフト巻いていくわけです。こういった繊維はもうね、 F1 に使われてるのも、ドライバーのヘッドに使われてるのも、これみんな同じですか。これね、三菱ケミカルさんが作ってるんですよ。なるほど。全部自社工場でこれできるわけですよ。ああ、それはすごいですね。ね、自分たちのイメージ通りに作れるわけですね。そういうことですよね。あそこで巻いてますよ。これ全部手作業なんですよ。え、全部手巻きなんですか。手巻きです。この女性の方がもう一枚一枚このベースの太さのところに巻きつけていくわけですよね、はいはい、で温めながら温めながらじわじわっと巻いて、うん、これ一枚じゃない、これをもう何枚も何枚も重ねてシャフトになる。いや、僕ね、機械が全部やってるのかと思ってた。いや、思いますよね、はい、違うんですよ。これをくるっと深淵状に巻いていって、これが12枚とか13枚で、ね、品物によって部分的に厚みが変わったりするんでしょ。それを今、あちらでやってますよ。あ、ほらほらほら、見てください。いや、完全に巻いてるから。ほら、巻いてる、うん。こんな細いんですか、最近。そうです、そうです、そうです、そうです。この細いのに、だからどんどん巻きつけて、普段のサイズになるんです。でもだって、本当に 0. 何ミリしかないですからね、この1枚。なるほど、なるほど。強度を持たせるところに、ちょっと多めに、ね、しならせたいところに少し弱め、そのさじ加減ですよね。はい。でも12枚重ねてって 1g 差がないそうですからね。それはすごいですね、 1g 差がない。この後にコーティングをちゃんとして削って、それでそれだけの差しかないわけですから、あの巻いたカーボンに研磨と塗装を経て、ここで品質チェックです。なるほど。すごいのはバンキッシュはその超高水準品質ですよね。振動数で 1cpm しか変わらない、グラム数で1グラムしか変わらないって、よそのメーカーってまあできないです。ありえないです。そう、本当だったら工業製品って何でもばらつきあるんですけど、はい、そのなんか使ってみた時のばらつきがほとんどないって考えられるわけです。うん、なんかこう、プロのこう繊細な方とか、うん、そういう誤差が気になったりする方もいるんじゃないですか。おそらくね、このバンキッシュにおいてはそれが出にくいというんですよね。あの今までの製品も精密でしたけど、これはレベル違いますよね。特に厳しく見てますね。見てますね。マイナス1グラム、1グラムってないでしょ。なかなか難しいですね。皆さん、バンキッシュのね、はい、超高水準品質は外観のグラフィックに至るまでもう何のミスも今許さないんですよ。
これ全部手で触って、はい、何がどうダメかを見て全部 OK じゃなかったらここに並ばないんですよ、例えばこうやって見てね、うん、ここにねブツってあるんだって。ブツってありますか？よく見ないと分かんない。何も分からないですよこれ。あとここにねホコリが埋まってるんです。もうこういうのはね全部もう許されないわけですよ。正直言って、はい、何も分からないです。不良見本今ご覧いただきます。で今この間で、ね、全部手でこれチェックしてるわけですか？踏まなく触ってチェックしてるんです。ちなみに何かダメなのありました？何があるんですかそれ？あ、これそれかな。これ許されないですか？触ってもわからない。いや本当だったら誤差がないなってのもわかりますね。これが許されないの。すごいです。本当魂のこもったバンキッシュ。いやーこれ打ってみたいですね。打ってみたいですね。ね、本当に大宮さん、シャフトがいろんな種類がありますよ。ここはたくさんありますね。おーおーおー、あ、機械、ロボットが志田室だ。ここロボット志田場って書いてありますよ。あ、びっくりした。この機械を打つの初めて見た。ちょっと見てみましょう。もう一発打ちますよ。綺麗なスイングだね。43、ヘッドスピード43でしたか？今の調整は45でした。惜しかった。今これはあのロボット志田場と書いてありますけども、はい、製品の完成検査ですか？これはですね、完成検査ではなくてですね、新しいモデルの開発をの検査でございます。新しいモデル、はい、見ていただくと金色にバンキッシュって書いてあるんですけども、はい、通常は青いんですが、次の世代のバンキッシュのテストをしております。バンキッシュって出たばっかりじゃないですか？そうなんですけども、次に出すためにすぐもう開発を始めるっていう流れになります。うん、はー、じゃあそのもともとほら超高水準品質で精密じゃないですか？はい、その精密はもちろん引き継いだ状態での製品になってきます。なるほど。とりあえず今回はですね、4種類作ってまして、うん、はい、こちらをですね、今テストしております。はあ、そうですか。でせっかく来ていただいたので、うん、このタイミングでぜひ試打していただきたいんですよね。だってまだ全然誰も打ってないやつですよね。はい、いいんですか？はい、ぜひお願いします。ちょっと皆さん打ってみてくださいよ。いいって今いいって言われて。いやいやお願いします。はい、お願いします。簡単だな。お願いします。はい、じゃあこれからですね、うん、まだ世に出てない新しいちょっと試作品をですね、はい、ぜひ手に取っていただきたいと思いますので。これですよ、これですよ、はい、かっこいい。そしてこれゴールドってことはやっぱりそれプレミアムってことですか？そういうわけじゃなくて今回はプロトタイプ、うん、あ、プロトタイプ限定のコスメです。あ、限定のコスメなんだって、はい、いいんですか？いいんです。今4本お持ちいただいたのは少しずつ性格の違う、そうですね、大きく分けたら2種類なんですけれども、はい、うん、少しずつそのタイプの違うものを打っていただいて、うん、三浦選手の良かったものを製品ができれば、うん、嬉しいなと思ってます。マジですか？こんな役割になっちゃう。重要ですね。重要ですよ。任せてください。うん、しっかり振ります。うん、はい。バンキッシュプロトタイプ、記念すべき第1球です。うん。ヘッドスピード速っ。46.2。キャリー246ですよ。すごっ。じゃあそしたらなんか次のやつをどうしましょう。今振っていただいたものの、兄弟のやつを。兄弟のやつを、はい、姉妹じゃないですか？兄弟、姉妹ではなく兄弟です。兄弟らしいですよ。今回は兄弟で、ちょっと次のタイプが姉妹になるかもしれない。なるほど、なんだって。次はいとこですから。次はね、いとこ来ますから、はい、じゃあぜひお願いします。はい、はい、どうなの？なんか意外と感じよかった。感じよかったね。今キャリー 257.4 って出てますよ。キャリーが10ヤードぐらい伸びて、あ、スピンも減りました。マジですか？2550。これ数字的にはめっちゃいいですね。すごく良くなりましたけど、はい、数字全部良くなってるってことですよ。あのね、ヘッドスピードはそんなに上がってないんですよ、はい、逆に。でもじゃあヘッドスピードは上がってないけど、もう距離も、そうです、そうです、全部良くなってます。ほう、軽く打ってそれで飛んで曲がらない。なるほど。すごくない？気持ちいい感じです。気持ちいいでしょこれ、はい、今なんかこのもうスイングはどうとか一切考えずに、うん、気持ちよくチャイみたいな感じでやってるんですけど、はい、そんでいい感じでこうシャフトがしなくて、うん、はい、あー、なんかシャフトのしなりも感じられた。ちょっと感じてる。おお、じゃあそのいとこってやつを、そうですね、またタイプの違うものをちょっと打っていただこうかと思います。はい、
要は基本設計から違うってことですから、ね、車で言ったらもうあのシャシが違うんで、はいはい、どうだ首をかしげたの数字はどうなんですか。数字はそうですね、さっきのいとこの方が良かったですね。兄弟が良かった。はい、兄弟の、しかもあの弟の方が良かったですね。なるほど、はい、そうだね。打感に変わってくるっていうことはやっぱ自分のこう、うん、あれなんでしょうね、いろんなところにこう当たって、うん、つまりでもシャフトがそこに返ってきてないということですから。そういうことか、はい、スイングをいじらずに、うん、シャフトさん合うのをお願いしますっていうことですね。もともとのバンキッシュも 40g 台で6種類、 50g 台で6種類、12種類の中にほぼ女性やジュニアからプロゴルファーまで合うスペックがあるって言われてるわけです。なるほど。それの最新作ですよ。 OK です。うん、いやー芯じゃないけどまっすぐ。芯じゃないけどまっすぐに、まっすぐ244の260。あ、これは妹は悪くないんじゃないですか。悪くないですね。はあ、ちょっとなんか違いがあるような気がする。気がする。はあ、この振っててなんか自分の中でおこれはいったっていう感じが出るのは2回目のが一番なんかこうタイミングがあった感じ、うん、合ってるかなっていう。あ、なるほどですね。あんまり余計なこと考えずにポンってやったら、はい、ええ、いい結果が出た。はい、先ほど打っていただいた中で、うん、やはりあのデータを見る限りですと、はい、2番目のシャフトが一番皆さんに合っている、うん、ね、気持ちよかったもんね、はい、なんかと思います、ね、違和感というかストレスがない、はい、なるほど、感じはしました。はいはいはい。で、ぜひですね今度ですねこれは発売します。はい、バンキッシュのアイアンをちょうどありましたんで、ぜひこれも打っていただいてもいいでしょうか。ああ、いいじゃないですか。これ間もなく発売？間もなく発売です。あ、これまだ店頭に並んでないです。アイアンの部分ね、スチールしか打ったことない。ああ、そうなんですか。はい、はい、バンキッシュのアイアン4種類用意してもらいました。はい、これは重さやら硬さやらいろいろ違うってことですね。そうですね、重さ硬さあとヘッドですね。ヘッド、いや、ただ僕心配なのはね、普段スチールシャフトをお使いでしょ。はい、それがバンキッシュって軽量ですよね。はい、重量がすごい変わっちゃって、はい、打てるもんなんですかね。それはね、ぜひ打って体で体感していただきたいと思ってます。なるほど。僕が使ったのは一番いいのが60の X。 やっぱり若干重い方が、はい、そうなんですか。でも 60g ですから普段使ってるスチールに比べたら半分ぐらいなんです。そうですね。 これね、もう素人のイメージだと、もう X とか聞くと、いや無理無理。あ、もう全然一番良かったです。一番良かったです。データ的には良かったってことです。めっちゃ良かったです。もうイメージがすごい、はい、もう X イコール硬い、もう上手い人、上級者しか使えないっていうイメージがあるんですけど、はいはいはい、そうとは限らない。限らないです。じゃあ2番目に打った、そうそう、この子この子、ね、この子この子です、ね、60の X ですよ。それが合ってるって。これは合ってると思う。はい、なるほど。で、ぜひですね、あの、素晴らしいアイアンでも素晴らしいデータ出していただきましたので、ぜひゴルフ場で打ってみませんか。ゴルフ場で、はい、持ってっていいんですか。はい、うわお、本コースって今から本当のゴルフ場に。はい、そうです、本コースへ、ね、使っていいんですか。はい、もうこの室内とはちょっと違った雰囲気で気持ちよさそう。ご近所の平尾カントリークラブにやってきました。やっぱりゴルフ場気持ちいいですね。気持ちいいです ね。やっぱりこの緑が最高ですね。そして桜が咲いてそよ風ですよ、はい、こんな中先ほど打ったバンキッシュ、はい、実際に試していただきましょう。本当に試しちゃっていいんですか。いいですよ。なんかかっこいいの。ゴルフ場で試すのは多分初めてですよ。いやいや、もうこういう経験自体は僕ないです。なるほど、はい、そうですか。僕がその経験をしっかりこのトラックマンのデータで見ておきます、はい、データ大事ですか。データ大事ですね。データ型になったんですもんね、はい、データ大事です。はい、わ、はい、かりました。じゃあゴルフ場で実際に打ったらどうなるか、はい、やってみましょう。良くないかい。いや気持ちいい。フェアウェイど真ん中行ってどうだ。ヘッドスピード 44.9、 キャリー 236.8、 トータル 256.9、 スピンレート 2682。 これはいい数字ですね。スピンのこの数字はこれぐらいでいいんですか。このぐらいがいいんじゃないですかね。なるほど、はい、
もっと減らした方がいいとかあるんですか。もっと減らした方が、でもそれまたタイプによりますから、今軽いフェードだったんで、うん、フェードだったらこのぐらいないと逆に減らそうと僕はする必要ないわけですよね。ないわけです、ないわけです。このシャフトが全部やってくれるわけです、はい、もちろんです。なるほど、はいはい、もう一発いってみましょう。はい、おお、これまたハイランチでいい球出たよ。ちょっと高いかな。ちょっと高い弾道になりましたけどね、これいいんじゃないですか。やっぱ上がると風の影響があるってことですね、はい、そうですね、スピン量が多ければ多いほどアゲンストの影響を受けますから、もっとドーンと飛んだ方が距離が出るんですね。ドローンと球したいですね。じゃあ次ドローンとした球でお願いします。ドローン。でもなんかそういうのができそうな、そのクラブと対話できそうな感じでしょ。ストレスがないです。なんかこう自分でこう合わせようとか、うん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 、そういうのあんまり考えてないです。なるほど。あ、いった。あ、いったでしょ。これこれちょいドロー、これ最高でしょ。うわ、フェアウェイど真ん中、これはすごい。どうだ、この球すごくない。今のは結構良かったと思う。超気持ちいいでしょ。うわお。いや、なんかね、ほんとこのシャフトがね、うん、合ってる合ってる合ってる。いや、しかも僕らあんだけプレッシャーかけて、はい、ね、はい、振るっても振ってますねって言ってても、はい、あれですから、はい、いや、シャフトがね、なんか本当ストレスがないんですよ、ね、これ俺試合とかで使いてえな。いや、一番緊張するとこでこれ、これ欲しいです、ね、これ欲しい、欲しいです。すいません、まださあ、じゃあ続いてハイブリッド打ってみましょう。はい、打ってみます。ハイブリッドって普段使います？使わないですね。え、使わない、うん、ほとんどアイアンか、うん、フェアウェイウッドたまに使うかなぐらいの。使ったことない。そう、だからどっちかっていうとこのヘッド見ると苦手な感じがする、はい、アイアンみたいに打てばいいの、ウッドみたいに打てばいいのってちょっとわからない。なるほどですね。でもね、大丈夫、バンキッシュはそこですよ本当にあなたの思うままにこのシャフトが動いてくれますから。なるほど。え、じゃあこのシャフトを信じればいい、ね、シャフトを信じてください、はい、これハイブリッド用のシャフトが刺さってますから。なるほど、はい、おー、いった、いい感じ。おー、いってる、まっすぐいってるよ。おー、すごくない？これめちゃめちゃいいですよ。本当にユーティリティハイブリッド打ったことないんですか？はい、はい、本当にないです。これ今アイアンと同じの打った感じ？アイアンのイメージで打ちました、うん、そしたらあとこのシャフトが勝手に動いてくれた。いやー、なんかね、はい、いや、よくね、すごいゴルフのお上手な方が、はい、いや、シャフトがどうだよとか、シャフト、このシャフトがちょうどよくて気持ちいいんだよって、はいはい、気持ちいいと思ってたんですけど、はい、マジ気持ちいいですよかったですね。気持ちいいです。あ、もう最高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 。え、いいよ。これ絡んだよ。どう？うおー、入る！入ってない？そんな？本当？マジですか？ほら！どうよ、どうよ、これ。これ、バンキッシュ。バンキッシュ、すごいよ。やばくないですか。だって今いきなり打ったでしょ、はい、いきなり打ってこれですよ。やばい、これこれ持って帰ります。ハイブリッド用ってすごいんだな。なんかね、ほんと気持ちいい感じで、はい、ヘッドがうわって返ってくる、このシャフトのシナリオ。あ、なるほど。あ、感じられました。はい、今まで感じなかったタイプですもんね、はいはい、バンキッシュってやっぱそういうとこ持ってるんだな。しかもね、うん、それが合ってたでしょ、うん、ね、だけど全てのプロダクトには個体差があるのに、このバンキッシュには個体差がほとんどない、みんな同じようにできてる。プラマイ1。そう、安心してください。さあ続いてはアイアンですね。バンキッシュのアイアン用シャフトに今7番アイアンが刺さってます。はい、カーボン使ったことないですね。ないですね、はい、でもさっきその工場で打ってみて、はい、いきなりめちゃめちゃいい球が出たのがこのシャフトです、うん、コンタクトするときにすごく軽く感じるんですよ。なるほど、スパンっていう感じ。ははははははは。でも普段使ってるアイアンはこう結構一生懸命打つ、はい、なるほど。だからそこは少し楽になるかなっていう感じはしますけど、ね、それもいわゆる自転車で言うならば電動アシスト自転車みたいなね。そんな感じです、ね、軽く踏んでるのにスイスイスイっていくみたいな、はい、ですね。それがこのシャフトはやってくれるわけですよね、はい、そんな感じはしました。それがコースでできるかどうか打ってみましょう。わお、飛ぶわこれ。飛ぶね、ほんとだ。こっちの方が飛ぶわ、うん、いい球。やっぱり全く不安がない。いや全然不安ないですね。初めてコースで、しかも初めてのゴルフ場で、はあ、
176ヤードでした。こんな飛ばないですしかもアゲンストでしょ。アゲンストでこんな飛ばないですよ僕さっきのハイブリッドもそうだけど、はい、ことごとくグリーンを捉えてくるんですよ、はい、でドライバーもことごとくフェアウェイでしょ、はい、イーブンパーとかアンダーとかっていう世界の話ですけど、いやこれ狙えますね。狙えますねやっぱね、うん、一発飛ぶっていうことはたまにあるじゃないですか、うん、でもやっぱり右行ったり左行ったりとか、はい、だけど枠の中にスッとこう狙った方向に行くって本当ですね。いや初めての感覚。ゴルフはそうなんですよ、飛ばすスポーツではなくて、はい、その距離それから幅、はい、縦全部合わせていくスポーツじゃないですか、うん、それが全部初めて打ったクラブでできちゃってるっていう。いやしかもこれ、うん、番手変わります。あそうですよね、はい、1番手まるまる変わりますもんね、うん、1番手絶対変わりますね。ちなみにどうですか振っててさ、はい、ね、その疲れる疲れないで言ったら軽い方がやっぱり疲れないもんね。疲れないですね。疲れないのに、はい、しっかり飛んでくれる。やっぱり18ホール回ると、うん、後半ってちょっと疲れてくるじゃないですか。疲れてくる。多分それなくなりそうな感じはします。なるほど、はい、おーいった、これはいった、筋ってる筋ってる、どう、おーいいんじゃないですか。ナイス、うわ完璧じゃなくてバーディーチャンス。気持ちいい、もうこれ本当気持ちいいこれからはね、はい、満喫しですね満喫しですよ、あの、はい、僕はもう絶対これ合ってると思う。いや本当本当今までね、うん、自分が体で合わせに行ってたんですけど、はいはい、逆ですね。もう自分はもう自分のスイングをパンってやる、うん、そうですそれに合ったシャフトをつけたら球、うんうん、いい球、いいよ、しかもそれが合わせてくれる満喫、はい、最高です。最高、いいお友達に出会ったな。もっと暴れますもん普段。あ、そうなんですね。もっと右行ったり左行ったりするけど、はい、大体同じところにいるじゃないですか。今日のバンキッシュと三浦さんのこのコンビで見たら、はい、もうあこの人はプロになるんだなと思ったもん。いやもうね、うん、ちょっと僕ね、うん、セカンドネームバンキッシュ入れようかな。あ、なるほど、三浦バンキッシュ熱いよ。なんとなくいいな。さて三浦さん、今日一日バンキッシュをお試しいただきました。はい、どうでした？いやもうね。うん、まあ、僕に合ってるというか、はい、もう自分の中では衝撃的、衝撃、はあ、うん、今までどっちかっていうと本当にこうシャフトにこう自分が合わせるみたいな感覚だったんですけど、はいはいはい、もう本当に気持ちよくて、うん、自分が思ったような球が今日ほとんどそうですよね。でやっぱりその軽量のシャフトである、はい、なんとなく軽量って耐えれないのかなと思うけど、あれだけ思い切り振っても大丈夫、うん、しかも楽なんです、ね、楽やっぱね、そこの分ね、はい、そうですよね、重量ないからね、うーんっていかなくても、うん、なんか普通にこうスイングしてたら、うん、きちっとこう返ってくる、ね、そう、このしっかり感がたまらない。しかもねシャフトがもう三浦さんに合わせてくれるようにスポンと返ってきてます、はい、今日ドライバーも、はい、ユーティリティも、はい、アイアンも、はい、全部気持ちよかった。そうですね、はい、そして全てがピンに絡んで、そうだからもうこの幅、思ったところにこう行くっていうのはね、はい、もうなんか自分じゃないんじゃないかっていう感じがしますね、はい、ですからやっぱり本当シャフトが自分を助けてくれる感じがね、このバンキッシュで皆さんも味わえると思うんです。しかもそれがプラスマイナス1の精度ですよ。うん、どうですか皆さんも他者にはできないプラスマイナス1の精度をお試しあれ。